金閣寺から、両安寺の間両安寺近く両安寺前、京都市道183号絹笠歌の線は、京都府京都市北区絹笠街道町から道州京区、歌の福王寺町に至る主要地方道である。沿線に、金閣寺、両安寺、忍の寺といった名刹を抱える観光道路であり、絹掛けの道の愛称が付けられている。別名は、倉間口通り、木、辻通。 1条2。1963年に開通して、以来、観光道路と呼ばれていたが、1991年に、地元の運動により、愛称を公募した、結果、第59代、宇田天皇が真夏に雪見をしたく、木の笠山に絹をかけたと伝えられる古事にちなんで、絹かけの道と命名された。2008年に建立された石碑は、有馬来帝によって記号された。 当初の通称、観光道路から明らかなように、著名な寺院などの観光地を連絡しており、観光シーズンには観光バスや自家用車などで混雑する。沿道には観光客向けの土産物店や飲食店が並ぶ。地域有志により、絹かけの道推進協議会が組織され、沿道を含めた地域の環境保全や活性化のための活動が行われている。 2014年にはこの道のゆるキャラ、平安貴族の妖怪をモチーフとした絹香海んが誕生した。この区間は毎年行われる京都マラソンのコースの一部になっている。京都市広報に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。本路線は道路法第56条の規定に基づき、京都市道の倉間口通り、木、辻通、馬台通り、笠谷町通り、 人名寺東門通りの各一部を主要な指導として1954年に指定された。愛称である、絹掛けの道は、沿線の有力寺院や自治会の関係者及び、有識者からなる、愛称公募委員会が公募の後、1249点の応募の中から選定したものである。絹掛けの道の赤比立名館大学北側付近の沿道にある、 気ぬかけの道の案内看板、ありがとうございます。